皆さん、こんにちは。金子大輔です。動画のご視聴ありがとうございます。こうやって動画を撮影しようとした時に、アングルというか、どんな構図で動画を撮ったらいいのかなって、ちょっと迷ってしまう方っていうのも多いんじゃないかなと思っています。今日はですね、その構図を決める時に、昔からよく使われている3分割のルール、3分割法っていうものについて、お話ししていきたいと思います。iPhone のカメラの設定でグリッドを表示っていう風にすると、縦横を3分割する線が表示されると思うんですね。で、その表示された線が交わっている4つの点。ここに被写体を置くと、見る人にとって落ち着いて見れる構図になるよっていうものなんです。今、僕の顔っていうのは4つの点のうちの右上の点のあたりにあると思うんですね。で、これは今なんで僕がここにいるかというと、ここに、パソコンが一緒に映っているので、僕がど真ん中よりは、この、ちょっと右に寄っているあたりの方が、この映像の構図として落ち着くっていうことなんですね。なんかこうやって、センターでも全然いいんですけど、そうすると、こっち側に結構余白ができてしまうので、見る人にとっては、なんとなくこっちの余白が気になっちゃって話に集中できない、みたいなことになってしまうんですね。例えば、このように、画面の中央に顔が来ると、右側の余白だけじゃなくて、頭の上の余白、ここの余白も、さらに見る人にとっては、なんとなく気が散るスペースになってしまうんです。どうでしょうか？先ほど僕が画面の中央に映っていた時の構図と比べると、今の方が落ち着いて見れるなという方が多いんじゃないかなと思います。あと、気にしてほしいのはちょっとこの目線の高さなんですよ。これがセンターに来るときでも、目線の高さっていうのは、だいたいこのラインのあたりに来るように意識してもらうと見やすい構図になりやすいです。撮影した動画を落ち着いて見てもらうためにも、どんな構図にしたらいいのかなっていうので迷ったときに、ぜひこの3分割法を思い出して意識して見ていただけたらなと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。金子大輔でした。